はい、こんにちは、こんばんは、勝弘です。今日はですね、前にもこちらのロックビルダー for iOS 7というアプリを紹介したんですけど、それのちょっと補足というか、ちょっとやり方を質問されたので、それの紹介をしたいと思います。で、まあこちらは、ロック画面の、アプリになってますんで、なってるんですけど、文字があるんですけど、時計とか、日付とか温度とか、アイコンとかもあるんですけど、これが動いちゃうんですよね。これの、動かないようにする方法というか、やり方をやりたいと思います。で、まあ普通にロック画面で上をタップしてもらうと、こういうのが出てきますんで、この白い右下のところにロックってあるんですよ。そちらを一回こうしてもらうと、今ちょっと鍵のマークが出たと思うんですけど、これでロックされてるので、文字がこれで動かなくなります。で、もう一度文字とかアイコンを動かしたい場合は、こうタップしてもらうと、今のでまた鍵のマークが出てたと思うんですけど、今のでロックが解除されて、またこうやって文字が、動くようになります。で、もう一回ロックの仕方をやると、こちらの右下のところにロックというボタンがありますので、こちらを押してもらうと、ロックがかかって文字が動かなくなるようになります。今日はロックビルダー for iOS 7の文字のロックの仕方をやってみました。では、またねー。